どうもエルザです。それではゼルダの伝説トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さてこのニックキー天空とはもうおさらばだ。いやー二度としたくないっていう感じだね。じゃあ行きますか。いやー振り返ってもやっぱシリーズ屈指の難しいステージだったな。いやー久しぶりに戻ってきたね。おお、綺麗に整う。影の世界っていうのはさ、あの世とか言われたりするんだけど、そうじゃないんだ。本当はこの世界の黄昏時のような穏やかで綺麗なところなんだ。住む者は皆その黄昏の輝きの中で清らかな心と穏やかな姿を持っていた。だけど変わってしまった、あの邪悪な魔力の出現によって。全ては我々の過ち。あーそういうことね。だガノンドルフを送ってしまったがために影の国の方がもうめちゃくちゃになったわけか。賢者としての力の過信をし邪悪なる魔力を制御しようとした。どうか浅はかな我らを許してほしい。黄昏の姫君を。ああやっぱ王族だったか。なんだしてたんだ。密族を滑る身でありながら逃げ出した私にその資格はないよ。私の世界ではね、勇者は神獣となって現れると信じられてきた。だからエルザを見つけた時利用してやろうと思ったんだ。それで自分の世界だけを取り戻せばいいと。光の世界がどうなろうと構わなかった。だけど身を挺してまで人々を救おうとするゼルダ姫やエルザに会って、今は心の底からこの世界を救いたいと思っている。ザントさえ倒せば私にかけられた呪いは消え、ゼルダに力を返すことができる。エルザ行こう。ゼルダはこの世界の人々のために。
黄昏の姫君ね。結局賢者またやらかしたんやな。あいつらも結構傲慢やな。入りましょう。結構傲慢よね、賢者ね。おー、黄昏か。ちゅうことはインクの状態はきついか。影の宮殿、ナイルさ、最後のわがままを聞いてくれないか。どんな理由があったにしろ、私は一度この影の世界から逃げ出したんだ。自分を差として認め慕ってくれた影の人たちを残して、今も残された人たちは苦しみながらもこの世界で助けが来ると信じている。それなりに助けに来たのがこんな醜い姿をした化け物だと知ったらがっかりするだろう。だからもう少しの間だけいいんだ。迷惑をかけるかもしれないけど、エルザの影になっていいかな。ごめんな。あーってことは、獣にはならない方がいい感じかな。これ影の住人ってことでしょ。エルザ待ってくれ。彼らには手を出さないでやってくれ。私たちを襲ってこないってことは、まだ人の心まで失ってないはず。ザント、私はやつを絶対許さない。あー、確かに原型は人だもんね。すげえ。それで言うとミドナはやっぱある程度力が残ってたからって感じなのかもね。開く。ボス戦っぽい。うわー、黒。問題は、あー、タイマーの剣光ってる。はい、失敗。失敗しちゃっちゃ。お前は何？残党の頭みたいなやついるね。よし。なんだあれは。おい、小さな鍵。あ、右がいたのは正解っぽいね。ミドナはそうだね、全体像は見れたけど、いろんな表情でとか顔とか服でとかは分かんなかったね。あー、だからあれか、姫君だから一応ゼルダの力も渡せれたっていうのもあるのかな。光と影のあれだよね、対の関係性だから、トワイライトじゃなくて、トライフォースの力を渡せた感じだよね。おお、ぶね。こっち正面か。それは敵か。いや、でも通れるわけではない。
どういうこと？小さな鍵を使う場所が？これ通れないよね、さすがに。ああか、獣になって、センスで見た方が早いか。あー、やっぱいけないね。センスでブリーちゅうことは、あれ？こっちでもない。わからんな。一応鍵は手に入れたけど、なんだよね、さっき言ったら、ほら引っかかるのよ。こんなちっちゃいマップしかないのに、中かそれか。あー、そっか。じゃあウルフリンクだね、進めるのはね。また戦わないといけないね。目はするけど、ヘッドショットがそこにあるって感じか。ダメだね。多分試しとこっか。多分飲み込まれるんじゃないかな。あー、やっぱ力が強すぎてダメ。まあ、そういうことだね。じゃ、とりあえずセンスと使い分けて進めるのには変わりないと。なんかいる。獣になって避ける。これで OK。 お宝、そっか、これの繰り返しか。あれ幻影でいいのかな。ダントの石像っぽいような感じにも見えるけど、戦闘はするんだけどね。あれ、逆？
あるね。ただあれはこっちからの上。ほいほい。離れたら死ぬんだね、今のやつはね。あ、ミドナのハンコ。いや、でもミドナの怒った顔とかさ、企んでる顔は、口角上がりすぎて逆に怖いよね。まあ、ある意味ぴったりなんだけど、印象ガラって変わるからな。さあ、次。あー、なんかある。おー、ザントじゃん。わー、マジかで、ダメージもらうんだよな。とりあえず魔法を貯めた時がない。あれ、効率よく倒せる方法ない？マジで。お、倒すと。アイクアイテムは買っといて正解っぽいな。ええよ、さらば。とりあえず獣になって、センス。で、いいのかな？この世界を照らす光、ソルだよ。ハイラルの光の輝きとは随分違うだろ。だけど、ソルの力はこの世界の命の源、パワーそのものなんだ。そうだ、これがあれば。エルザ、このソルをこの世界の入り口にいた仲間のもとに運んでやってくれないか。運ぶか。あー、マスターハンド来たですよね。ちょっと待った、これは入れねえ。危ねえ。あとミリ。で、先に上行って、すまねえな。お宝欲しいよね、せっかくだから。あー、封印されたっぽいなー、そこ。
いはいはい。結構な確率で邪魔するな。あ、あこれ取れないね。これ取ってもらうしかないね。もうちょい、もうちょいこっち側だと。これ多分協力プレイっぽいな。届かないんだー届かないんだー。じゃあやっぱ協力プレイでいいんだね。はい、矢がないっす。こうなるとなと難しいね。矢が足りないから。戻るんだ。いやー、回収させてください。矢が欲しいっす。はい、じゃあ行きましょう。あっち側だね。方向分かりづらくてね、分かんなくなる。うなくもう全く。あと一つ。何？ハートの器とかだとめちゃくちゃありがたい。あ、来たー、かけら来た、ナイスー。はい、
してね、ゴリ押ししよう、ゴリ押し、もう。ゴリ押し、ゴリ押し。知るか、もう。こんなまともにやってられるか。おお、戻った。会話はできない。こんな感じなんだ。ほんと、縦に伸ばしたって感じだね。おお、子供だったんだ。おお。あれ、意外と、あれ、女性いない?もしかして。とりあえず一つ置いて、解放されたね、道がね。それはもう一つあるはずなんだ。それを探し出せば、きっとザントのやつも見つかるはずだ。了解。はい。ということで、今回ここまでにしたいと思います。マジでギミック苦手だね。いやー、どっち行ってんのかわかんなくなるの、ほんといかんな。では、ちょっと次回気をつけてパパッと攻略しちゃいましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。